こんにちは。こんにちは、こ。こんにちは、こ。元気になった？今日元気です。うん、こんにちは。なんかさ、そのやっぱり元気ないねとか、元気ないねって言われちゃうと、うん、なんかより一層元気がなくなってしまうから、あの、そういうのは言わないでほしいです。こんにちは、こ。こんにちは。こんにちは。今日も、今日は黒も、そう、今日は黒い T シャツです。ハートありがとうございます、こ。ハートありがとうございます。最近早起きしてる。そう、まあまあぐらいです。早寝早起き頑張ってます。0時までに寝るのが目標なんですけど、0時までに寝るのって結構難しくて、お風呂入って、そうだからお風呂に早く入るっていうのはね、目標にしてる。いつもね、夜配信してからお風呂入ろうと思うとなかなか動けなくなるから頑張る。ハートありがとうございます。昨日サイトスがロング配信してた、アバター作るって言っちゃう。そう、なんか昨日深夜に配信してた。クマありがとうございます。クマとかわいいありがとうございます。祭りギフトありがとうございます。お疲れギフトありがとうございます。ひまわりありがとうございます。おやつの時間でアイス食べた。アイスはね、お腹を壊しちゃいそうなのでアイス食べてないです。あ、でも最近久しぶりに鈴カステラを食べてみました。美味しい。夏休みの宿題大変？うん、ないです。そう、こうも暑いと3分向けで、それな、だから微妙な時間帯に行く。夕方に行く。はハートありがとうございます。お風呂入ると目覚めてこない。いや、全然ぐっすり寝れます。毎日湯船使ってる。ちゃんとカウントの仕方は大事。めんどくさくなっちゃって1から50 あ、でもその後ちゃんと50カウントしました。ブラックサンドアイス食べました。いいな、食べたい。ブラックサンドアイス、じゃあ普通のブラックサンダーを食べたいと思います。よ、なんか最近すぐお腹痛くなるんで、アイス食べれないんですよ。ヨーグルトもちょっとねやめました。それでお腹痛いのなくなったから、今日久しぶりにヨーグルト食べたらやっぱお腹痛くなったんでやめました。うん、牛乳は大丈夫って感じ。鈴カステラ作ったの？作ってない。鈴カステラ水分も、そう、アイスありがとうございます。今日は様です。こんにちは、こんにちは。天才おつまくには宿題です。おつまくちゃんに宿題はないんですよ。今日眉マスカラ片方だけしたらさ、案外こっちもさ眉毛透けてて、両方ちゃんとめんどくさがらずに両方眉マスカラちゃんとやればよかったなって今
後悔してます。うん、今ちょっと後悔してます。ちゃんと両方やればよかった。はい、ちょっと付け足した。今日外に出てない。私もまだ今日は外出てないです。まだね、昼間から外に出れないです。尊いありがとうございまこ。つまこさんもアバターイベント出ますか？出たい。アバターイベント出たい。自由にアバター作りたい。ね、アバターイベント出たいですがね。48グループってアバターイベントないのかな。アイス買いに行きたいが暑くて出れないね。だよね、暑くて出れない。ヤクルト外出る予定なければお腹痛くなっても大丈夫。それな、それはそう、わかる。それはそうなんですよね。フルーツは大丈夫。最近スイカ食べてます。スイカがね、もうね、ジュースみたい、甘い、美味しい。超ね、美味しいんですよ。スイカおすすめです。コーヒーゼリー。牛乳期限切れ飲んだけど大丈夫だ。大丈夫、怖い。うん、そう、後悔をするつもりです。そうなんですよ。こっちはちゃんと、まあ、あんまちゃんとしてないから微妙だけど、茶色いんですけど、こっちの眉毛は真っ黒真っ黒だし、ちょっと最近眉毛全然あんま綺麗に整えてなくて、ちょっと面倒くさがってるっていうか、そう、良くないと思うんですけど、前髪をねちゃんとやっていない、前髪じゃないわ、眉毛をちゃんとやっていないのでね、はい、ちょっと前髪が薄くなってきたから眉毛ちゃんとしようって今日思いました。こんにちは。いつもよりまつげバリ上がっていきます。今日はなんと出すね、出すね、なんと出すね、出すねですね、久しぶりにマスカラを塗りました。もう今日はちょっとだけ元気、今日はとても元気なので、まつげをね、マスカラ塗りました。多分ね、メイクを落とすときに、いつもメイクを落とすときにマスカラリムーバーを使うのがちょっと面倒だなっていうことを考えて、マスカラをね塗るのやめてたんですけど、そう、一気にバーッと落とせないから、だけどね塗りました今日は。バリ上がってますか、まつげ。バリ上げた。かわいいギフトありがとうございまこ。おつたそう、おつまこです。もうアバターあるやんけ。だからもっと作りたい、もっとアバター作りたい。次作るならどんなウニアバター作りたい。ゴロ寝してるウニとか、なんかもっとおもろい感じのいろんなの作りたい。そうそう、仕事に戻りまこ。お仕事行ってらっしゃい、頑張りまこ。しげちゃんのアバター作ってください。いいんじゃないテロップ書いとこ。はい、前回のアバターイベントが最初、本当
前回夏休み期間で、あれ50万ポイントだったっけ、そんな感じだったよね。つまこです、こんにちは。アバターイベントに参加できた、毎回イベント、毎回イベントです私は。お通に、ざるそばの毎日、そば食べてるんですか毎日。今やったらバイビー出られないんですか。多分出ちゃいけないと思います。48グループでね、違う関係ないイベントに参加してる人は多分誰もいないと思う。そう、スイカジュースなんですよ。かわいいギフトありがとうございます。なんかめっちゃ古いコメント読めるかも。かわいいギフトありがとうございます。ウニアバターからもう1年経つね。1年経ちますね。前回のアバイで1ヶ月くらいと、ありましたね。ハート100個ありがとうございます。ウニとプールのアバターいいね。しげちゃんアップ重要、重要ね。男女はしげちゃんなり、あ、やだ、やっぱやめとく、作んない。しげちゃんアバは作りません。可愛い方がいいと思うんで。ガチウニは、そうそう、次作る時は顔がヌンってしてるガチのウニを描きたいなって思います。昔のアバター復刻してほしい。わかる、昔のアバター復刻したい。私の昔のショールームのアカウントってどうなってるんだろう。なんかオーディションの時に私ショールームしてるから、その公開をなんて非公開にしてもらったんですよ、オーディションの時に。んって言って、で非公開にしてもらったんですよ。だから、そう、そのね、どうなってるんだろうね今。あるのって感じじゃない。こんにちは、まこ。初期アバね、そう、ナスカル塗ったですか。そりゃ元気出すな。そうです、よかったです。そうですか。あ、私昔なんだっけ、そうだす、なんだろう、面白い漫画を読んでたんですよ昔、スマホで見れる。しかも漫画ワンとか、漫画ワンみたいなやつで、でなんか田舎っぺの子が、なんか田舎っぺの高校生がなんかすっごいね、おしゃれなシェアハウスに引っ越してきて、めっちゃギャグ漫画みたいな、超面白いんですよね。あれ何なんだろう、すごいね面白いんですよ。でその田舎っぺ1が男の子で、田舎っぺ2の女の子がそうだっすとか言うの、めっちゃ面白かった。そのなんかね、で最初から住んでる人じゃもう美容師とか、カフェの店員とか、アパレル店員とか、そういうおしゃれな人しかいなくて、でなんかすごいおしゃれ恐怖症みたいな、おしゃれなものを見たらもうなんか失神してしまいますみたいな、そういうなんか人がなんか面白い、なんかそのギャグ漫画みたいな、めっちゃ面白いんですよ。そう、今もう見てない、昔見てたから。そう、前に容量がもうないからアプリ消したんですけど、今容量あるんでまたダウンロードしようかな。うん、なんて漫画だったんだろうあれ、なんとかくんみたいな。15分経過しました。194日連続配信中、イエーイ、194日です。今日なんか15分経つの早かったかも。ありがとうございます。あと6日1週間消えました。ハート100個ありがとうございます。田舎っぺ2 ももちゃんみたいな名前だった気がする、田舎っぺの女の子。そうだっす、ももこだっすみたいな。福山欲しい、なくなった。あら、前、私もね、ないんですね。そりゃそうか、そりゃそうか、私もないんですよ、私も持ってないんですよ初期アバ。
ーちゃん1歳なの？え、1歳ではないかな。あ、ウニヤバちゃんが1歳。ウニヤバちゃんは1歳ですね。ダスダスダスさんダスですね。モモコダス、マコダス、おつまこダス。さらりと iPhone 11のジーマンのせい。そう、さらりとしたジーマン。そうです、元気になったか、時間を忘れ、そう、よかった。おめむか、あ、お疲れってギフトありがとうございます。八八ギフトありがとうございます。256GB を手に入れて言うのさ。あ、でも私多分200じゃないかも。中間選んだから多分100180とか160みたいな、100何十ギガです。私妥協したんでうん、iPhone11 Pro にしようか迷ったんですけど、そう、11にしました。高いって。サイタスから明日はヨーグルトとゆで卵しか食べない絶対って、で LINE が来ました。食べ過ぎたみたいです。ピザ、ピザいいな、ピザ食べたい。ハートありがとうございます。手作りピザ、パソダス。あ、それだ、翼くんは垢抜けたいのに。そう、それそれ、翼くんは垢抜けたいのにっていう漫画です。それです。そう、容量少し抑えました、妥協も起こしました。うん、お疲れゲストありがとうございます。 128GB、 なんかもともと 32GB で生きてたから、まあその場合あるならまあ生きていけるかなと思って。うん、本人も主権は持ってない。そうそうよ、だってアカウント違うもん、本人も。だからね、持ってないんですよ。悲しいよね。本人も主権は持ってないけど、でもその拡散じゃない、配布してたアカウントの持ち主なんで、まあそう、まあねって感じ。うん、ハートありがとうございます。キュンです、ポケットからキュンです。ね、サヤタスさんポケットから抜けゲームを知ってたんですけど、なんでみんなが教えたの？ポケットから抜けゲーム、お団長おるには、やったー。初級にってどんなやつまこ？え、たまにねいるんですよ、初級にアバター使ってくださってる方。今日いるかな。あ、いました、今日もね使ってくれてる人いました。初級に使ってくれたさってる方ね、今2人ぐらいはいますよ、下の方に。まこちゃんからタッサに流れ出した。ひどい、みんな流れるんですか？押してもいい、 なんて言うんですか、言ってもいいけど、あの流れ出ていくな、やってください。はい、あの、お腹広げてるに。初期アバター、あ、ありがとう、初級に初期アバターってコメントしてくださって。これです、こうタヌキみたいなやつです。初級には銅がない。そう、初級にね頭が潰れてて銅がでっかいんですよ。まあでもこっちの方が、まあ、結構原寸大かなって感じ。あ、よく見たらちょっと耳の先が白いんだね、この初級に。多分柄を忠実に再現したのかな。これ色鉛筆なんですよね。教えちゃいました。あら、抜け毛おつまこオリジナル。そう、パクリやん
カンシタス、あ、カンシタスじゃなくてみんなが教えたっぽい。え？何？昨日タソピザ出す。タソ守れない約束を公開報告。下はゆで卵とヨーグルトしか食べない。どっちもお腹が冷えそうで私は無理だ。スープだな。ゆで卵はね、まあ温かいさ、ゆで卵ってないの。うん、昨日サイトスショールームでウニさんがいびきしてたから、ウニ移してほしい、ショールームにたくさん。温かいおうどん、おうどん食べれん。おめえへそねえじゃねえかって。そう、ウニね、今のウニやば、何だ、え、わかんない、私 何個も作ってるからあれなんですけど、これが初期、その次アイス、アイスの次が軍艦巻きかな、ウニので、ラストがパフェ、パフェウニで、4個かな今まで作ってたで、5個目が今のやつ、多分もっとあったかな、そんなもんかな。でも斉藤さんが作ったアバターもあって、でも斉藤さんもそのさ、配布してたアカウントなくなったんかな、なんで変えたのかな、あれ分かんない。確かに札束持ってるウニをお姉ちゃんがデザインしました。うん、赤ちゃん唯一無二の存在で、そう、私も唯一無二になりたいんです。ありがとう、唯一無二、嬉しい。唯一無二になりたい、順位とかじゃなくて唯一無二になりたいです。そう、ハートありがとうございます。だからキュンです。タスさんから初期アバもらえないね。タスさん初期アバはね、タスさんのアカウントじゃないんで、あの私なので無理なんですけど、いや初期はね、多分一番初代のはね、どう頑張っても無理かも。うん、一番初期のウニアバは多分ゲットできない、二度と。私がもう一度作って元の絵はね、写真が多分あるから、もう一度作って申請が通ればできると思うんですけどね。おつまこか、おつまこ以外か、そう、おつまこか、おつまこ以外かっていう感じよ。唯一ウニのおつまこになるか。唯一ウニ、ウニは唯一ウニだよ、ほんと。唯一ウニっていうか、ウニ結局どこ行ってもウニはトップになってしまうんで、ウニはどこ行っても唯一ウニ。虹夕知ってる、これな、私さ知ってるんだけど、チンチンチルチンチンチルチンチンチルルルルルチンみたいな、まあ、分かるんですけど読み方が分かりません。に虹夕虹夕、何て読むんですか、分かんないです。うん、今のウニア、ウニア初期アバをデジタル化したみたい。そうそう、初期アバを綺麗に書き換えた版って感じですね。なんかさ、昭和のアニメをさ現代版になったみたいな感覚です、だと思ってください。うん、20へえ、20なの、20なの。つまこさん以外のメンバー知らないで、嘘をつくな。でもいいよ、初見さん、はじめまして、はじめまして、はじめまして、まこ、ありがとうございます。ルームフォローよろしくお願いします。まこ、そう、タソの下水ウニヤバも欲しい。タソの下水ヤバはさ、頑張ればできないのかね、配布ログインができなくなっちゃったのかな、あれ、サイフィームじゃなくて、そう、サイタスさんの作ったウニヤバは札束持ってるウニです。
そう、姉たささんマッチングアプリの悪用に使われちゃったらしいので気をつけてください。尊いありがとうございまこ、ハートありがとうございまこ。はい、ということでパフェかイワシ。パフェイワシ、パフェ、え、私パフェとウニの軍艦巻きのアバターがあります。うん、はい。後ろにいるウニは 2K、 iPad で配信したら 4K、 帰省した時に配信したら 8K。 すごい、あれ写真勝手に使われてるって。そう、ウニ、ウニはデジタルリマスター。初期アバの塩幕さん、イワシはないです。初見さん、ルームフォローぜひお願いします。ということで、そろそろ壇上を読んでいきたいと思います。いきます。今日嬉しい壇上いきます。13位、ウニアバ。12位、ウニアバ。11位、ウニアバ。10位、ウニアバ。9位、ウニアバ。8位、ウニアバ。7位、ウニアバ。6位、ウニアバ。5位、ウニアバ。4位、ウニアバ。3位、ウニアバ。2位、ウニアバ。そして第1位はジュルルルルルル、じゅん、ウニアバター。ありがとうございまこ、ありがとう、ありがとうございまこ。久しぶりのオールに、久しぶりのオールウニアバ、ありがとう。フォローしたまこだって、ありがとう。皆さんぜひフォローしてください。ぜひね、みんなにも、友達とかにも勧めてフォローさせてくださいお願いします。はい、たまにはイクラパイセン見たいですと言ってもイクラパイセンはいないので。そう、おめまこ2列目もウニヤバ、おめ嬉しい、みんなありがとう。もういっぱいウニヤバありがとうございまこ。じゃあ撮って大写真を撮るのでおつまこってコメントお願いします。水分補給しっかりしてください。8月の国、つまこ毎月アバター作りたいぐらいつまこ、撮ってない写真1位、いた、おつまこありがとうございます。おつまこです、おつまこね、夏にそのままウニヤバにしたいぐらい。これが8月の夏ウニで、7月はこれかな、浴衣ウニで、6月がどっちがいいかな、雨だよか帰る。おつまこです、ありがとう。しけんさん、おつちゃ、おつさび、おつまこぜひフォローお願いします。おつまこまたね。おつまこじゃんけん、じゃんけんグー、今日はグーでした。バイバーイ、つまこでしたー。